はい。じゃあ、読んでいきたいと思います。凛との関係を整えるかのこそう。こうして準備した肥料を使用する前に、もう一手間かけます。かのこそうの花を摘み、その絞り汁を非常に薄く希釈します。これはいつでも作れますし、また保存もでき、必要な時にぬるま湯で薄めればよいでしょう。この非常に薄いかのこそうの汁をごくわずか肥料に加えますと、肥料が林元素に対して正しく振る舞えるように肥料を刺激することができます。この6つの添加物にとって液肥、球肥、堆肥のいずれでも非常に優れた肥料を作ることができます。かのこそう、今ちょうどうちの畑ではこうちっちゃな芽が出てきて、もう出根でこう根が育ってるものはですけどね。Just grow a little bit now. Yes, purple. Reddish color. 赤紫色の芽が。このみさん、その地面から芽が出たところっていうの、可能だったらちょっと写真送ってもらっていいですか？もちろんです、もちろんです。うん、うちも探したいんで。うんうん。You want to know how the beginning of the grow, and he wanna look for his land. Malarian. I take a picture. Yeah. Usually if you harvest a flower, there's a great big stem left over. So if you hadn't cut that stem, you'll find it growing under or near the stem, bottom, on the ground. 大概秋に、まあ、秋というか、まあ、if you have already cut it, it will leave a ring, just a ring of a stem, and then it'll grow around that ring. 花が咲いたら、そのまま立ち枯れして、まあ、花はもちろんなくなるんだけど、茎が残っていて、でそのカットした元のところはちょうどこう輪っかっていうかね、が残っているので、その元からまた芽が出てくるっていうのがあれなんですけど、まあ、全く見当たらなくなってしまってたらそうですね、He mistake to cut the weed leader? No. So, yeah, I just look for ring. I mean, the stem. Usually it gets pretty big. It gets as big as 2 fingers. Stem gets that big around. If it's growing well, yeah. And it may be covered in tall grass too or something by now. You barely see it. But it's reddish color.Reddish or purple? 紫、赤紫だから割合分かれば見つけやすいと思うので、写真送りますね、明日でも撮って。お願いします。このみさんたち、最初にそのカノコソウをやったときは、種からやったんですか？種からやったのと、株から分けたのと両方ですね。株は八千代の方、八千代？違うな、八雲にいたバイダイナミック関係 の人が見つけて持ってきてくれたのがあって、それをもとに、それをもとにその鳥山さんファームのところに植えたんですよ、最初。でそれを、あ、そうなんですね。そうそれを分けて、点々と私は持ち歩いて雪の村に持ってって、それをまたこっちに持ってきてみたいな感じ。したのと、それとまた新たに種で育てたのと両方です、ね。響きの村にもあるかもですね。いや、私が行ったところはどこにでも植えてきているし、まあ、とにかくいろんな人に分けてきているので、結構な量を分けてるんですけど。まあ、トカプチにも分けたし、ハウラさんのとこにも分けたし、
科学者とか結構欲しいっていう人には株分けどんどんしているので増やしてるつもりなんですけど、うん、なかなかなんかなみたいな、うん、そう、うちも分けてもらったのにね、すいません、あのカットしてしまってなかなか、ね、でも毎年なんか出てあーと思うけど倒されちゃうっていうのがあって、確かに確かに、うん、そこら辺がすごく、ちゃんとお花を取ることまでできない、はい、うーん、買ったんですよね、そうそう、だから、うん、でも場所によってね、ちゃんと会うとこにちゃんと行けたらそうやってちゃんと増えるんだろうなと思って、ちょっと増えるんだもん、場所をねちゃんとこう分かりやすくて、あまり風がこう流れないとこがいいかなとか、背がね高くなりますよね、するとね、そうなんですよね、ね、うん、だからそう、一番最初にその植えたのはあのその貝殻のハーブガーデン大変だったのかな、ね、いろいろ使っちゃってるんでしょうしね、うん、そう、跡形ないですね今、うん、そう、うん、まあまた新たなね、あのそうですね、なんかいい場所、心地よい場所というか、まあ、農場とかで、うん、でも、うん、立ちやすいっていうか、自分たちにとっても、うん、まあなんだろう、そういうのを植えといても、植えてほっぽりっぱなしにしていられる場所、うん、そうですね、うん、目につきやすいっていうか、まあ気しやすいところっていうのが、うん、まあ見つかったらちゃんとここに定住していくでしょう、うんうんうん、そうそう、あ、バリリアン、じゃあ、ムーブオフロムザ、響きの村園で、オーソードグローインバイシードトーン、トゥーボス、そう。うん。聞いてみようかな、アッコさん。アッコさん。うん、聞いてみるのに歌があるか。You don't harvest the flowers. Good to let some of it go to seed, because it'll blow away and grow up somewhere else in a couple years.私たちの農場では調剤用に、うん、あのまあ、一番そうカットするけども、全部が全部あのカットしないで、種として残る部分も残しておく部分もあるし、カットした後でもあのまだ脇芽からというかな、花が咲いたりするのは、うん、まあ、それ以上取らずに種にさせるので、うん、それで風で飛んで、うん、So you can get a second cutting. You can cut the flowers、うん、Then wait a while, it'll come back and bloom again.、うん、まあ、そう、but the first time is a lot of flowers. Second time, when you cut the flowers off, wait, there'll be more flowers coming.、うん、you can make valerian preparation two times, or maybe three. それは分かれてるですね。二番、でそこまで、ね、しっかり育ったらいい。Make a flower. Oh, it'll be your first year.、うん、if you grew it last year and it didn't flower,It will flower this year. That's why it's considered a biennial. A carrot. 1年目は花が咲かないから、2年目から花が取れるっていう。Oh, so I told you that before. そうなんですよ。ちょっと待たないといけないけど、一旦育ったら、まあ、安心して取れるようになるっていう。When it's in flower, このみさんのところには種あるんですか？種ありますよ。We have seed, right? うん。ありますよ。種から分けてもらうことってできます？もちろんもちろん分けます分けます。ね。うん。そしたらなんかやってみようかな。あの種からね。ね。うんうんうん。ちょっとね。うん、ないから育てたら。It's better for the roots. To start from the root. But I will even even try. You try seeds, okay? But. うん。ね、うちも本当に種から育ててやっぱり。うん。ある程度の数を作りたいときは、やっぱり一株だけだと、うん、なかなかその花の汁取れないから、うん、そうですね。ぜひ、あ、送ります、送ります。うん、ありがとうございます。いえいえ。嬉しいです。よかった。シール。Yeah, we need to work for some too.うん、私たちも今年、私たちのところもちょっと草に負けて、少なくなったけどね、うん、と分けて、うん、あちこち分けてて、うん、うちも作った方がいいかもしれない。本当？本当？低いところ結構草ぼうぼうになっちゃってきてるっていうのもあるし、うんうん、
Now it's Leo, and next time Virgo. Virgo is the longest, it's the biggest constellation, and it's the one that we can do most anything we want to at that time. We had some strong, powerful effects coming from that, from the stars. So it's, 今日は リオだから獅子座でもうすぐ乙女座になるので、うん、乙女座の時にはどんな、作業もできるので、うん、乙女座ってなおかつその日付が長いんですね。そんなにブラウンハウスカレンダーで、うん、よかった。明日は洗える作業ができる。うんうん、今日が、12ですね、獅子座。で、木曜日の、まあ、夜からだけど、金、土、日と3日間、まるまる根の日になって、なおかつ満月が、日曜日に入っているので、まあ、15日ぐらいが種まきをするのに、何の種まきでも。合います、合いますっていうか OK です、うん、根のものだけではなくて、うん、15日、うん、満月前の2日前がベストな種まきの時でもあり、うんうん、ちょっと寒くなるっていうのはあるみたいだけど、でもまあまあ、うん、種的には温床とか温室だったら大丈夫だと思うので、うん、この時を種祭りですかね。うん、15日、まあ14の実の日もいいしね、15でも今週は、今週かとか、まあ、ますますどんどん種まきが忙しくなりますね、うん、もうトマトはもう終わったんですか、種まきは。ね、ミニトマトは今もう今日ポット食してる。お、あと大玉トマトはちょっと時期ずらしてやってるので今日種まきしたんですよね。あ、なるほど。で、チェリートマト is transplanting pot. Oh, good. But big tomato is sowing today now. Now it make a dip, timing. Yeah. We're getting close to a full moon, so and rain, so perfect timing. 満月でなおかつ雨が来るっていうタイミングは、まあベストのタイミングが来てるので。Whatever you don't finish in Leo, で獅子座とか乙女座って最高じゃないですか、種の。そうなんですね。うん、強い。よかった。Even leaf, you can plant leaf and root in Virgo. だから乙女座だったら葉物野菜でも OK なんで。だから力強くこう作りたいものとかは、次の葉の日が斜線になっちゃってあんまり時間がないので、なんだ、19日から21日まで葉の日になってるんですけど、1日分斜線になってあんまりいい日じゃないので、だから葉物野菜を前倒しでこの17日の日曜日ぐらいまでに撒いちゃっておいた方がいいかもしれないですね。まあ、できれば17はもう満月になっちゃってるから、満月の終わり、満月になっちゃってるから、ちょっとその日を避けた、まあ、金曜日あたりが一番ベストだと思うんですけど、まあ、種まきカレンダーの話になっちゃって、ありがとうございます。ね、The Valerian preparation, he says here in the in partnership with nature, he says that is Valerian is strictly bound to Saturn. Saturn is the farthest outside of our solar system, other than the other three. It's like a blanket or a sheath for. The whole, all the other planets in our solar system. Rudolf Steiner is talking about the
from Saturn, from Jupiter to Mars and back in as the real planets. And when he talked, when they discovered Pluto, Neptune, and Uranus, I don't know if I got the right order or not, but to those three planets, those are barred from another galaxy or a planet or another solar system. So they're in our orbit, but they come from another place. They're foreign planets. They come from the stars and joined other planets. But the Saturn on the inside are true part of our solar system. And it's the last one that they talk about. They consider it as a blanket. And that's why we use the Valerian preparation as a blanket for our... カノコ層の調剤というのは土星とのつながりがあって、で土星のつながりがある、その土星というのが、まあ、なんか水金地火木土、まあ、土星として、かなり外側じゃないですか。でその先の海王星、冥王星、天王星っていうのはなんか順番違うかもしれないけど、はもっとその先の空、なんていうの、他の銀河とも関係性を持って外に向かっていると言われていて、シュタイナーも。でその土星までの間のその水金地火木っていうつな流れなの近い惑星ですね、金惑星から円惑星と言われている円惑星の一番外側の土星の、つながりを持っているカノコ層の調剤なので、ごめんなさい、そのそこまでが地球と太陽系の銀河に一つのまとまりとしてあるんだと。でその一番外側でまるで毛布で囲うようにその太陽を中心とした惑星たちを、まあ、守っている、温めているという、役割を持っているので、カノコ層も暖かさを、毛布のように暖かさを与えるというか守ってあげるっていう、そういう役割があるので、だから堆肥の一番最後にかけ散布したものを堆肥に混ぜかけるのも、それは毛布をかけるっていうようなイメージだし、それから寒さの、霜が来た時、重掃除もだったり早霜だったりの時に寒さをから守ってあげるために散布するのも、その毛布をかけるっていうようなイメージでやってる、言っている、使ってるんですけど、それはそういう惑星との働きがそのようになっているっていうつながりがあっての、そういう工業です。They only include up until Saturn. I don't think they do. I guess they do. They do add the last three planets. That's Uranus, maybe, or Neptune and Pluto. Uranus, Neptune and Pluto. Those are the ones they weren't discovered or part of the solar system. They're borrowed.土星のもっと遠い天王星、海王星、冥王星ですね、順番ちゃんと言うと、そこはもう外の他 の, 銀河からのエネルギーももらっているもので、純粋にその地球じゃねえや太陽銀河っていうのかなの、存在たちっていうのは土星までというふうに捉えている。そうです。本当にその、まあ、調剤を使うのもそうなんですけど、カノコ層の調剤をまくのにも、本当スポイドで数滴落とすだけのもので、まあ、そのエネルギーをね、その水に転写して、暖かさをもたらしてくれるという使い方になりますよね。それが、リンという。
すごいですね。で、もう、そう、いろんな使い方で、液肥とか堆肥とか、マリア2を使うときにももちろん使ってますし、で、新しいやり方として私たち堆肥の中にその液を入れるっていうことを今はしていますね。基本的というか、昔はカノコソウは堆肥の中に入れる方法はなかったんですけど、これ私たちがアメリカから学んでやっている方法、新しい方法でカノコソウの液も堆肥の中に埋める、一つとして使ってます、そんなところですかね。カノコソウ、カノコソウも本当に育ってくる場所によって、高さとかが違うみたいで、九州の方、ポコアパなんかはすごい野生化してなんか育っているのがあるみたいなんですけど、北海道にもだから見つければあるんですけど、あるみたいなんですけど、本当に見つけづらい。私は見つけたことがないんです、野生のものをね。またまあ友人が見つけてきてくださったのがもう一カップあっただけなんで、いや野生でさ生えてるのを見つけてみたいなと思いますけど、まあまあ、皆さん目を晴らしてというか本当だね。その匂いがね特色があるのだし、実はこれお茶としてもハーブティーとしても根っこを使ってね、やります。茎はもう空洞でスカスカになって、本当に根っこはしっかりとしたこうギシギシみたいな感じ、まあ、直行ない場合もあるんですけどね、それはちょっと育ち方によって違うのかな。強そうだね。背が張って倒れないって言ったこれも花が取れる時期に花をもうまあノコギリソウと同じように、まあ、塊で下からカッと取るんですけど、もうこれはフレッシュのまんま汁を花の汁を取らなきゃいけないから、もう収穫したらすぐに花だけをまた摘んで、またそれも結構ちっちゃな花だから時間かかるんですけど、それで、うちはその、ジュース絞り器っていうの、それで絞って汁をぎゅうぎゅう出しますね。そういう保存もできる、保存もできるってことなんですけど、普通に瓶に入れて常温で、まあ涼しい目なところに置いてっていうことで、冷蔵庫には入れてはいけないんですけど、まあ、なるべく涼しい、だから冷暗所、冷暗所、その家の軒下とか日陰みたいなところに置いとくんですが、これ忘れちゃいけないのは、その真冬になったらこう凍っちゃうじゃないですか忘れないように取り入れないと、冬の春になったら瓶が割れた、なんか合いそうなことになってることが昔あったので、もうそれだけは絶対忘れないように置かないといけないというのがドキドキしますね。あとでもカノコソウの調剤の作り方で、絞ったその原液をうちは取っていたりするんですけども、ドニーさんとか、まあ、アメリカで習った方法では、その液に水を入れてしばらく置いといて、それをまた希釈なんだ、こすっていう方法もあるので、
どっちの方法でもいいのかなとは思っています。うちはあの、その場合は絞らないでっていうことですか？あの、抽出させるみたいな。うん、それもそうだと思います。そういう方法と、うちはだから絞ったものと絞りかすをまた水につけて、しばらく置いたものと、まあ、あの第一クオリティ第二クオリティとして使えますね。With the land, Catherine Castillas, she was Pfeiffer's partner in Germany before he came to America. And she says the preparation has a mild a phosphorus effect on the soil and plants. When sprayed in the spring, it warms up the soil and encourages growth of crops in this way. It can be stirred and sprayed with 500. BD500 in the spring. And also we can use it for to prevent frost damage. We know it's going to frost, we make a spray of 507 and spray it on the plants and then spray it with water and it protects the plants from. But the 507 and the 500 is different. Yeah, but you can mix them together and stir it together. We've never done that before, but here it says it will help to warm up the soil and encourage the growth of crops. ちょっとこれ新しく私も知ったんですけど、今、映画読んでて、ファイファーのパートナーファイファー、アメリカに行ったパイファーっていう人がいて、その辺がバイダラミックとか人知学を広めた人なんですけど、それのパートナーだったキャソリン・カステリスっていうくらいですね、この人の、本の中に、この人はドイツ人だそうです。この中に、その春先に500番を巻くときって、まだ大地が冷たいじゃないですか。でその時に、507番だからカノコソウを一緒にあの液の中に入れて500番をダイナミゼーション500番と一緒にダイナミゼーションして散布することで大地を温めるという。そういうやり方もあるっていう。でこの人があのクリスチャンって今の人がそのシードソークの、アイディアというか提案もしている人なんです。なるほど、まあ、こう言われてみるとそういう使い方確かにありそうだなっていうのがありますね。大地を温めると。なるほど、ちょっと今年やってみよう。この店のとこはその507番をあの液肥とかとしてそのまま薄めて使うってことも結構やってるんですか？液肥？あの堆肥に入れるじゃなくてそのままその液肥という形で薄めたのを希釈したものを何か散布してあげるとかいうことも。液肥としては使ってないですね、やっぱり。その寒さが来た時とか寒さが来そうな時とかに、巻くことと、それから、堆肥の中に入れることと、あとはそのシードソークする時に使うっていう時は、液肥は使ってないの。Vegetables, it can be sprayed with soaked with 507. Now, mostly, most of them are green, or excuse me, fruits. This is already put on the homepage or something. Yeah, they may have it. They already have it. ね、シードソークのリストは皆さん見れますよね、ホームページは。あ、見れました。はい。Yeah, it's one of the seed soaks that you could stir and spray and use in the same day. You don't have to soak it the night before. The same day. 507番に関してはその日使う、あの種をつけるその日に混ぜればいいものですっていうことだけ
で前の日にやらなきゃいけないものもあるんですけど、その日で大丈夫、507番は大丈夫ですね。Fertilizer as a fertilizer, liquid fertilizer. No, not really. そんなに使っ、それは使ったことない。として。でもまあ、あの、ダメじゃないと思いますよね。You have to have a pretty good feel for your garden and know what you want to do when you, how to balance things out and how to know.Where your deficiencies are, and where your strong points are, and you have to have, you have to know the chemical processes of each deficiency over, and you can, with enough experience, you can use the preparations individually to correct these balances. For example,農業をやっていて、その農場でやっていて、何かのバランスが崩れてると感じたときに、その、堆肥を、堆肥調剤を、個別に使うという方法もあります。そういう使い方を、だからそれは何がバランスとしてないかなっていうことは、その農場を感じてみて、その何の調剤がいいかっていうことを感じたら、それをやったらいいって思ってるんですけど、She would like to have this in a book. It might be good.Working on the planets and the life processes in man and earth. ということで、のこぎ